はい、どうも花山です。ということでね、今日は暗い状況からの始まりなんですけれども、今日はどうしたと、どうしたんだ畠山と、メガネかけてと、まあそれはいいんですよ。ブルーライトで、ね、こう青信号がこう目に来るからやっぱその守んないといけないんですが、そんなんいいんですよ。まあ僕の地元北海道でね、僕の親友がいるんですけど、まあその彼がね、ジャマイカから、帰国して、帰ってきたということで迎えに行こうかなというふうに思います。まあ金玉に2期とも呼ばれてる別名、うん、なんですけど、金玉に金玉にじゃん金玉にでやろこれ。そして金玉、金玉にまず地元でね、紹介したい動画撮りたいなと思ったんで、まあちょっと映ってくれるかわかんないんですけど、とりあえず行ってみます。はいはい、ということでね、北海道の空の窓口、新千歳空港に着きました。言うてますけど、もうそれね、あの日系ジャマイカ人が来るんですけど やばい、現地の人来た。おいおいおい、間違えてるよ、間違えてる、間違えてるよ。何が？ここ北海道ない。ちょ、待って、映れるそれ。あ、いいよ。あ、いい、服装はダメだって。あ、閉まった、それ閉まってなくね。あ、閉まってない、うん、そう、ジャマイカだったらいいけど、お前マイナスいってるって今日。今日マイナスなん？知らんけど、お前これした今40度ぐらいあるんちゃう？どこに売ってんのこれ。アミシャツやで、アミシャツ。え、みんな好きやん、レゲエの人。あ、そうなん。え、お前これで今来たん、一人で、うん、すごい目で見られるすごい、やっぱ面白いやっぱ面白いよな、お前。すごいよ。来ました、チンチョです。こちらこちらって知ってんの皆さん？いやいや、知ってるよ、チンチョは。そうなの？知らんけど。知らんけど。で、金、まあ、別名金玉兄貴って言われてるから。あ、そうなん。金玉兄の名で通ってるはずだから。あ、そうなんや。よかったわ、じゃあ。いや、やっぱすごいね、やっぱね。まあラガやな。普通じゃないの、ラガラガよ、ラガラガラガ。いやー、久しぶり。お久しぶりです。本当にお久しぶりだね。俺らはまずあれ、高校1年生から一緒で、3年間同じクラスで、うん、こいつは一生俺の逆で笑った。全部笑う。全部笑ったな。ほぼ全部笑ってくれるから。あいつえぐいな。うん。全校長会とかもうずっと鳴り響いた笑い声。いや悪いよ。悪いよ。笑かしに出てたよ。いやまあね、まあ。入学式とか。違う違う。あの前の子。お前笑ってくれるから気持ちよくなってめっちゃやっちゃうのよ。やっちゃうね。で、先生いっぱい来て。よくない、ね。目つけられて。で、こんなんだよ、だって。こんなん全校長会いたらそれはもう。いや、こんなんだよね。制服着てたけどね。あ、着てた。当時着てた。あの当時は着てたか。あの当時はギリギリ着てたね。いや、おもろいな。それで、飛行機乗るのすごいわ。まあまあまあ。やっぱ、そんなもんじゃん。やっぱでも、ジャマイカ行ってなんか変わった、その、別に最強みたいになった、メンタル。あ、メンタルは最強だよ。なる、やっぱ。全然なる。いや、すごいね。うん。行きたいもん、海外。だったね。どれだけ行ったんっけ？28日ぐらい。1ヶ月ぐらい。1ヶ月やね。1ヶ月以上かな、移動回すから。いや普通に考えてさ、うん、卒業、ま、間際でさ、そう、卒業旅行でジャマイカ行くやついないんや。なかなかいないね。いないレゲエ好きな子しかおらんね。ジャマイカファンいたらね。確かに、レゲエ好きの方、あの今度陳情ツアーやるんでやる、決まった。死ギリギリのツアーでやばいな、うん、でも暑いんちゃう？暑いでしょ。そして、俺ずっと言ってんの、お前昨日も電話したのに言ったんだけど。何？そのジャマイカ行ってなんで関西弁になってんの？ジャマイカ人関西弁使うのそれ？ジャマイカ人はでもなんかパトワっていう言語を使うのよ。うん。その現地民語みたいな。パトワ？パトワ語っていう。うん。なんか英語なまり。だから関西弁には似てるってよく言われてる。英語だけどなまってる。そうなん？そう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 。あ、やっぱそれでじゃあ、関西弁にちょっと寄ってるって。もうあるかな。もうあるね。ちょ、それ検証したいわ。ジャマイカ行って帰ってきたやつらは大体関西弁なんだ。人は1ヶ月行ったら関西弁になるのかっていう。なるね。なんか、周りも。なるねだ。関西弁の使う人が多い、やっぱり。あ、そう、日本人の。日本人の方も。あ、そうなん。え、じゃあマジでそういう説あんじゃん。あると思うよ、本当に。すごいね。うん、天心やん、その意味。あると思います。あるね。あるね。あるよ。ちょ、熱いな。いや、なんか、うん、1個ちょうだいよ。ジャマイカエピソードトーク。何？ないの？なんか、話せるやつ。じゃあ、死にかけたやつとかないの？なんか。死にかけ、え、死にかけは普通に、あれじゃん、キルユーじゃない？何？な、キルユーの話じゃない？キルユー？うん。いや、もう聞くだけで怖いの。死にかけたじゃん、キルユー言われてるから。
な、まあ、ある日曜日に、まあ、教会に行こうと、日曜日だから、だってジャマイカの人たち日曜日基本何もしないっていうか、そういう国や、国なんですよ。そうなんで、そう、日曜日はほとんどスーパーとかも閉まってるし、あ、そうなんだ、うん、みんな教会とか行ったりとかダラダラしたりするんだけど、で、まあ俺もいやキリスト教じゃないけど、なんか教会ちょっと味わって、ジャマイカ人ライフスタイルちょっと味わってこうみたいな思って、せっかくならね、そうジャマイカ人になりきって、そうで行こうと思ったら、うん、なんか歩ってたら普通にゴワゴワみたいな、え、どこ歩いてたん、道普通の道、道日曜日昼前すごいほのぼのした雰囲気で、はい、まあ、人もおらんから、ね、そう、うん、いないから、うん、そう普通に歩っとって、そしたらなんかワーガンみたいな、ワーガンってこんにちはみたいな、うん、ワーガン、うん、でワーガン言われて、でその後にまあ言えるかわからないけど、いいなんか女の子行こうみたいな、なんかギャルなんとかなんとかみたいな言ってくるから、ちょっと女の子、ね、観光客相手にしてる感じで、で普通になんかオーケーオーケーみたいな感じで流してたら、あ、そういう店に誘われたってこと、そう、いやまあよく言うのよ、あっちの人たち、でその後携帯出してみたいな言われて、でもタクシーのあんちゃんとかによく番号を教えてってやってて、困ってなんか電話してみたいな、また使ってねっていうやつなんだけど、こいつ街歩っとるだけやし、なんか携帯持ってかれそうやなって思ってノーノーとか言ってたけど、でもまあポッケ見たら分かるのよ、もっこりしてるから、だからなんか普通にポッケ指さしたりしてきて、うん、誰とか思って、あ、携帯持ってるやん、そうなんか UFO みたいな、プリーズみたいな言ってて、うん、絶対こいつ走って逃げるやんと思ってもう確信犯やん、確信犯やん、あんなさすがにやばいなと思って、ノー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 って言ってたら、パッてポッケからピッてナイフが出てきて、本当に、うん、どん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 で普通にバーって突きつけられて、キルユーって言われて、結構マジな顔ない、そのキルユーじゃなくてキルユー、ガチキルユー、キルユー目パッパキや目パッパキでキルユーって言われて、ノーノーノーって言って、でその後なんとあかんとかって言ってて、その人が、でそれ意味わかんないけど、なんとあかんとか What do you mean? って聞いて、したらなんか自分の顔パンチして、なんとかなんとかって自分の顔、うん、言って、だからその俺が分かんなかった言葉の意味は、お前の顔面ぶん殴るって意味だったのさ、うん、それもなんか呼びいじゃんみたいなナイフ突きつけられる、おわ顔面ぶん殴られるみたいなもうどうしようもねえやつだった、うわ終わったーとか思って、しかもそれ最初の日曜日とかやったから、いやそれどう乗り切ったの、宿の近くだったから、うん、いい感じの距離感、そのあるやん、うん、サッカーでも、うん、いい感じの距離感とって、まあまあ、抜かれないぐらいのね、そう抜かれない人用のみたいな、そう体入りますよみたいなそのポジションとって、サッカーやっててよかったわ、ああそう考えたら、その前が生きた、そうはならないサッカー生きてたな、サッカーやってなかったらダメで、キルユされてた、うん、キルされてた、おぶのよかったわ、サッカーやって生きたね、やっぱね、生きたねいやよかったわ、そういい感じ距離感とって、こうね、こうピーっていい感じ距離感で行って、そしたら宿まで、そうしたらなんかある程度100メートルぐらいついてきたけど、でそしたらなんかそしたら普通に諦めてくれたから、別に刺されもしなかったし殴られもしなかったけど、あ、まあそれぐらいやな、でもその脅しでさ、うん、曲げちゃうよな、そんなその脅しでさ、ああ嫌やからね、うん、普通に銃とか突きつけられたら俺多分2秒で上げるぞ早いなキルユーのキルぐらいでも上げるナイフ見えたぐらいで、いやいやな、確かに焦るよ、ナイフ突きつけられたら、初めてだこの人生でナイフは、いやまずキルユーが初めてで人から言われる確かになかなかないもんな、なかなかない、いやいいねジャマイカ、今の話でいやなんか良さあった刺激的じゃんそういうのって、刺激はすごいあったよ、嫌だけどね、うん、それは、うん、嫌だけど刺激的ではあった、すごくトラブル楽しめる人はすごい楽しいと思うけど、ちょっと予定狂ったりしてうわってなっちゃう人は向いてないかな、あーなるほどね、今度案内しよう、お前飯食ったん、うん、俺も食ったんだよ、あそうなの、軽くなんか軽くやビッグ丼行かない、ビッグ丼ないの、この辺、うん、ラマイの横にあるよ、あーじゃあビッグ丼行こう、えラマイがいい、金玉マニアがいい、やっぱ金玉マニア木原、千歳といえばここ寒いやろ、寒いよここ邪魔じゃないんよ、邪魔じゃないよ邪魔、ドンキーびっくりだよ、驚愕だよごちそうさまです、
食い逃げすんぞ。550円しかない日本円。あ、ジャマ払えるここ。え、ジャマどんだけ持ってるの？ジャマやったらまあ7000円いかないよ。ジャマの方が持ってる。ジャマの方が持ってる。日本円なもん。ジャマやもう。もうジャマ。お前ジャマ抜けてないぞまだ。当たり前や。皆さんジャマイカに1ヶ月行くときは40万かかるらしいです。物価は日本と同じ。いや、ちょい高いらしいです。今んとこ予算あんま引き出せてないジャマイカの。ジャマイカなんですよ。いや、だからレゲエ好きな人はめっちゃいいと思うけど、レゲエ好きじゃなくてだったらめっちゃ辛いと思うんですよ。なるほど。今度じゃあサッカーでも、ジャマイカ式のサッカーでもしてもらっていいかな。いや、ゴリフィジカルや。走るしかないやろ、ジャマイカ人なんで。ちょ、じゃあサッカーの時もちょっと呼ぶわ。どう僕はよ。なんで？あっこいこい。ジャマでも暑いな。ジャマでもあっこいわ、あっこいわ。あっこいやばいわ、ほんこい。あ、そんな暑い。あ、ヤーマンなんか挨拶やと思っとるやつなんだけど、あ、挨拶しゃうで。ジャマ。うん。あんたが相づちみたいなやつ。ヤマ。おお、もう今の感じよ。お疲れさーん。お疲れです。またジャマイカで。はい、ということで、家帰ってきました。いやー、やっぱ面白いね。なんか金沢にも個性のあるたくさん友達いましたけど、まあ、俺の周りには本当に面白い友達っていうのがいっぱいいて、面白い友達をね大事にしていきたいなと思います。ということで今日はここら辺で終わりたいと思います。僕の SNS ですね、概要欄になってますので、そちらからフォローお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイ。